上手。湯川さんの時はこんなんやってなかったですよね。12月に払い終わります。まだかよ。結構リアル。男はね、大体ね、おっぱいが好きなんだよ。ソフトボールに、ソフト舐められたもんだよ。ソフトボールよりでけえよ。今回じゃあ、大水さんが U タイムまでに引いてしまったら、もうそれはもうダッチューのでしょ。ダッチューの。ダッチューの。マジか。まさかのまたここでパイレーツ。見てくださいよ、あなたもうさっきからその話いやいや言うてるのに怒ってもうたじゃないですか。ダッチューのダメっすか。もう私の目を見てちゃんと言えますか。ダッチューのしてくださいって。じゃあしてもらってもいいですか。大水さんのダッチューのが僕は見たいですって。大水プリンさんのプリンプリンのね、こう体を僕も見てみたいですって言えますか。それが私の目を見てですよ、ちゃんと。なんでそういう時になんか口が何で言えるんだよ。なんでそうなの。今逃げたな、その変な感じでなんかごまかす作戦やったな今。すぐそう、今日それやるな。すいません。トミ、波理論教えてあげてください。波理論教えてあげてください。いや、その波理論ってね、本当にこういって、はい、こうなるでしょ、はい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 、こう落ちた時に、はい、ついこうなるんですよ。こうなってんのにこうならんでしょ。こうなってたらこうでしょ。こうなんですよ。ここを狙えっていう話ですよ。すげえ、なんかざっくりしてるけど分かった。分かるでしょ。分かったけど、あのよく今のナンバーランプで言ったら、はい、大体波がこう出るんで、はいはい、書いてある、スランプグラフ書いてある、あのグラフをですよ、はい、やっぱそういう風な波がだいぶこれ下まで来てる、うん、いよいよ上の波が来るっていう、うん、あれですやん。でも負けてるんですよね。え、負けてます。いや、なんでなんだろう、波理論。まあ、この動画ではこの人の言う逆を行けっていう説明を、そうそうそう、反面教師してやれよっていう。あとね、よくあるあの熱々カップルなんかは手つなぎながら打ったりとかもしますもんね。いや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 、ちょっと今振りですよ。ちゃうよ。違うから。ちょっとアルコール持ってきてもらって。ちょ、マジどっちのためにそこまでせんで。ちょっとそう、どっちのために何の、そう、どっちのために、そうそう、そのツッコミに、そのアルコールね、的確やわ。でも最近やっぱ40ぐらいになってきたらね、そんなんすらね、可愛いなと思うんですよ。こらこらみたいな、こらみたいな。ちょっとでもうわーって思っちゃいますね。人様の前だぞーって。いや、それは僕も20代の頃とか、お前何してんねんって思いましたけど、今はもうそんな思わない。いや、まあ微笑ましいですね。微笑ましいなって。すごい一周回ってるんだもん。若さっていいなって思いますよね。そういうことですね。いや、今でもできますよ。できない、できない。やってくださいよ、全然。誰とやりたいですか。嫁と、嫁とやりたい。湯川さんですか。誰が言うか、おい。誰が言うか、おい。まだ忘れられない顔してたから。すごい、本気の助けの顔が来た。今まで、もう付き合って結構長いんですけど、本気のやつが。もう7年ぐらい付き合ってるんですけど、マジで助けてくれみたいな。あのけど助けてくれの顔は、はい、たまに似てるっていうフレーズがもう出たら、しかもそれほんまにアウト。それ回ってる時に言ってないから絶対ダメだから。ほんまにアウト。ダメなやつ、ダメなやつ。だからあのそこのたまに似てるはカットせずにバキョーンって入れてもらって、そうそうそう。それは絶対そうです。はい、隠してでも使う。バキョーンって入れてもらう。今回の編集ちょっとじっくりチェックしよう。いや、本当に危ないかもしれない。あのちゃんとでも心本当に言いますね。あの、はい、ここ私のなんだろうキャラがすごい気に食わないと思うんですよ、奥様も。もしかしたらだからそう言ってくださいね。そうなの、あれなんだよって、これはあれなんだよって言ってください、ちゃんと。あれこれはあの番組の都合上仕方がない、仕方がない、あれなんだよって。あれっていうのは何。挽回できないことになっちゃう、これ出したら。嘘ですよ、だから取り返しがつかなくなって。
無理やり言わされてるんで、もう満開がかすむわ満開どころじゃないわどっちも同じリーチですか。あ、そうですね、しかも、はい、え、ほんと同じリーチかな。え、おめさんあと何回転ですか。あ、同じリーチ、あと、もう100切りました。あと、そうですね、もう100切ってます。これ当たってもらいたくないですね、はいはい、うん、どうせなら、まあ、でも多分大丈夫、大丈夫なはず。なかなかこのためが、ための時間ってすごい絶妙なんですよね。そう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 、こういうのって細かいですけど、やっぱその機械のね、いいか悪いかもね、ちょっとだけで判断したりするんですよね。すごい細かいところに、ね、この長さはね、絶妙です。すごい、わすごい時間マエストロがいるここに、はい、すごい。いや、こういうのってね、めっちゃ大事なんです。いや、そうなんです、私も分かりました。長すぎてもう自分のあの、あの安定した自分の顔が、バカみたいな顔がどうなんだっていう顔が、そう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 、うるさいな、お前らもトミーはじゃあ逆にあのハマってる時は何考えてるんですか。あー、ハマってる時ですか。ひたすらこの波のイメージをしてますよね波のイメージ、こうなるっていうイメージってめっちゃ大事だからでもね、あなたその波のイメージできてたらハマるの分かるわけじゃないですか。確かにハマることも分かりながらこう跳ね返ることしかこうイメージできないそうそうそうすごいね、ポジティブな感覚でやってますよ。すごい、いや、いいことですよね、ポジティブは。でも前回湯川さんにネガティブな人嫌だって言われましたもん、ね、だからまたや湯川が77ボルブ呼び切りしだしたほんだ、じゃどんどん自分の中でランクが上がってってますね、今もういいだろうみたいなねそろそろそんなことない、そんなことないですよ。次は前ですか。いやいやいや、おかしい、おかしい、おかしいやん。500回転超えたらここの500っていう文字が赤くなりましたね。506とかもう近いよっていう下ですね。そう、多分そうですね、いよいよ。もう555なんで、あともう50回転ぐらい。おー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 、神獣様保留だ。めっちゃ熱い。これは熱いっすよ。同じぐらいのタイミングで出たよ、私も本当は。おお、うわ、これはいいっすよ。あー、やっぱ金系の予告に変わってくれた。きったー、これ神獣様のゾーンじゃないですか、これ今。きった、すげえ。これ当たるっしょ。いや、大丈夫だと思います。うわ、金花びら、うわー、バリ気持ちいい。うわ、もうこれは大丈夫なやつだ。あー、なんかいい、いいっすね、いいっすね。うわぁ、女子力もアップした。泣きそう。すごいですね。今ちょっとパッと目当てる女性の目になってて、どうしたらいいか分からなかった俺やりました。これいいですね、本当に素晴らしい。いいですね、素晴らしい当たり方、上手な当たり方。ストーリーリーチで当たりですかね。じゃあいい話だ。持ってるわ。やっちゃいましたね。やっちゃった。やっちゃいました。本当私誰よりも早く当てるつもりでいたのに。注目ですね。スター性、スター性がある。はい、もうここでいいのか、もう打たなくてもいいんだ。もうこれが555回転目です。注目ですね。何に？今どこ見てたんですか。気づいてなかった。もうこう必死ながら、必死ながら。今そのタイミングでやんないでくださいよ。あのね、ごめんなさい。ほら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 、555行きました。
感動。右打ちって書いてあります。おお。あ、一話。一番最初の変身シーンだ。うん、おお、今おおって言うとあなたをちょろっと横目で見ましたからそういうおおでした。もう最低、今ゆうなちゃんのいいシーンなんですが、見てください、こっち見てください。そう、嫌なんだよ。あ、今あ、ごめんなさい、こう見たのが嫌だとかね、そうあれになっちゃったけど今。そう、いやでも湯川さんのおっぱいを見るなら私のおっぱいを見た方がいいですからね、本当に。湯川さんのおっぱいを見るくらいなら私が頑張ります。いや、ということでですね、これ無事入りました。無事入りました、さすが持ってる。よかった、よかったのが、まあよかったんですよ。続けてくださいよ、もう。はい、もうこのまま打ちますからね。1回2回転分、ほい、これで2個入って、あ、入った、よし。どうなる、どうなりますかね。じゃあどうしよう、誰選ぼうかな。まあ最低1800個ね、ここでもうゲットできるんで。そうなんですよ、2回選べるんですけど、900かける2回もうゲットできるんで。あ、そうか、でもゆうなちゃんが最初にいるから。あ、なんか結構カットイン来てくれる。お、え、めっちゃなんか、え、めっちゃいけそうじゃないですか。多い方がええって言ってるやつですね。そうそう、あ、2なんだ。あ、そうなんですね。なんかいけるかなって思ったんですけど、まだある、まだある。そうだから西陣の方も笑ってましたよ。ですよね、今ね、いけるんちゃうみたいな流れだったのに、あ、そういうねみたいな。誰選ぼっかな。ちょ、さっきのもう一回ゆうなちゃんでやってみましょう。そう、カットイン発生するほど7つからが増える。7回ぐらい出したいですね、じゃあ7回カットイン。今メーカーさんも当たるやろうと思ってたと思うです。なんかちょっとなんか当たりそうな感じしたのにな、はい、なんとか欲しい。いや本当にここでループが一番でかい。そう、2回目。ほら、さっきはね、だからこれ2回以上行ったからあれだったんですけど、まぁ、あ、ちょっと普通に終わる。あらー、これなんか、まあでも1800。まあ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 、そうですね。そう、まだわかんないし。確かに確かに。大水さん、例えば男性とこれ行ってね、自分が松側に回ったら何するんですか。売ってて松側、今トミー待ってますけど、喋っていいんだったら喋りますけど、なんか邪魔だったらずっと黙って見るって感じですか。その間ずっと耳タブ舐めとくとかどうする。妖怪やん、もう妖怪よ。そんなんやるのは耳舐めよ。ほんま変態やな。あー、ダメだった。ダメダメでしたね。しかももうそう、耳舐めるとか言うから1800。いやいやって、なんで1818でしたよ、獲得の個数も。もう耳舐める話するから。1818個でした。はい、ということですね、はい、トミーさん、お得情報あります。お得情報持ってますよ私。1個朝一、はい、できる、見分けれる、簡単に見分けれるお得情報なんだと思います。じゃあちなみになんだろうな、なんかどっかのなんかこうランプが光ってるとか、はい、もう知ってんな、これ知ってんな。そうなんですよ、こういうところとか。あ、ちょっと惜しいな、惜しい。もうちょい上です、もうちょい上、もうちょい、もうちょい上。これそのちょ触り方が良くないし、なんならもうちょい上ですね。ここまだ上。あ、はい、朝一1
回転目にここのランプが5秒以上、点滅するんですよね。そうすると200回転以内に U タイムっていう情報が入りました。で早速じゃあ実践してもらいます？あ、そういうことですね。わかりました。じゃあ早速打ってみます。なんか30%とかって聞きましたけど、はい、そうなんですよ。必ずしも出るわけではなくて、はい、その3分の1ぐらいの確率で出るらしいです。だから、まあ、光らんかったからつって別にダメだってこと、ダメってこともないけど、うん、とかではない。でも複数台入れてるお店とかで1個その挙動を確認できたらほらって思いません？なんか、まあ、だからラムクリはないよねっていう、このお店大丈夫だよねみたいな感じってことですね。そういう感じでちょっとなんか予測ができたりするじゃないですか。入らんなもうやめてください。あ、これ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 、ほらほらほらね、ほら回すのが下手だったけど、でもね、ほら光った、まあ短かったんで5秒も回ってなかったっぽいですね。あれ、あ、5秒も光ってなかったっぽくないですか？本当ですか？もうやめてください。あ、これ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 、ほらほらほらね、ほら、あ、まあ5秒ぐらいですね。5秒でした。そこはいいです。多分5秒です。まあ、大体200回転以内っていうイメージで。そうですね、はい、まあ、あくまでイメージですけどね。イメージ、ね、まあそうですね。何回転かわからないですね、うん、まあでもそんな感じです。お得でしたよね。なるほど、 30%、 約 30%。 そうです、はい、だからといって光らないからといって別に諦めることもないよっていうことですね。そうですよ、もちろんもちろん。まあまあ知っといて損はないかなと。そうですね、はい、思います、うん。はい、それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。毎度のことではありますが、もう始めと終わりのこの距離感本当にだいぶ仲良くなれた。なりました、はい、ディスタンス長くなりました、はい、楽しかったですね。楽しかったです。いや、もう言うても、もう真っ暗、外真っ暗になっちゃってるんで、それぐらいちょっと打ち込みましたけどね。いや本当になんかもうめっちゃずっと話した記憶しかないんですよね。もう喋ってたような感じですね。本当にけどこの楽しいのがね、伝わっていけばいいなと思いますけど、はい、はい、それではまあまあ今回も前回に引き続きですね、はい、今日の一枚というのをやるんですけども、やるんですね、はい、今回は、はい、負けた方が、はい、まあこれちょっとあれなんですけど、動画見ていただいた方は分かると思うんですけど、はい、負けた方がダッチューの、あー、まだそれ引きずってるんですか？ダッチューの痛いでしょ私じゃないですよ。怖い。どっちのダッチューのになるかは分からない、これ僕はもう厳格に、はい、厳正に、そうですね、はい、やりますからね、はいはい、まだ天の声私たちの絵見てないですから。そうですよね、はい、私も分かってますよ。あなたのダッチューの、トミーのダッチューのは誰も見たくないけども、そう、うん、ないけども、ここはフェアにやります。そうですね、はい、今日のテーマは、そうですね、勇者。勇者、勇者ですよ、はい、勇者伺いました。勇者と、あ、これはちょっと今日ね、もう漫画家みたいなもんですから、ちょイメージがちょっとこれ手強いですよ。皆さん一応見といてください。大水さんはあれ漫画描いてツイッターですかね、うん、載せてますから、ね、漫画好きなんですけど、あれはでもほらやっぱ消したりできるじゃないですか。これ本当一発描きなんですよ。めっちゃドキドキしますね。恥ずかしい。私の中のチラチラ映ってる、イケメン、これ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 、あ、ちょっとペロってしちゃった。これ私の中のイケメン勇者、イケメン勇者、すげえ、やったー、おー、イエーイ、はい、こんな感じでした。恥ずかしい。いやでも本当にすげえ、超えてくると思う。あ、でもね、勇者感結構合ってる感じでしたわ、意外と。あ、本当ですか？マジでドラゴンクエスト的なね。あ、はい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 、私ももう本当そのまんまですよ、はいはい、おー、見たい。はい、どうぞ。おー、いやいやいや、ちょっと待って、もう最悪ですよ、もうちょっと待って、どこが勇者になった？変態じゃん、ここストーリーキングマジで悪い意味勇者ストーリーキング、悪い意味、悪い意味、私はこれは本当に勇者だと思ってますんで、俺たちの勇者を汚すな。今回の勝者は大水さん。オーケー、セーフ、よかった、さすがにね。さすがに、いや、よかった、人間性を見ました。もう無理やりダッチューのさせるためにこう不正を働くかなってすごいビクビクしたんですけど、気候アンダーツリー、気候何を不正ありません、最高、ありがとうございます、はい、いい会社、はい、不正と忖度がない会社です、はい、いや、ありがてー、はい、ということで、何の需要もないトミーのダッチューの方、わかりました、お願いします、はい、
だっちゅうな。最後に締めてください、トミー、お願いします。はい、今日本当にこんなにね、遅くなるまでやっぱ打ち込んだんで、多分悠久な勇者であるのを魅力もたくさんお伝えできるかと思いますし、まあ、我々2人の楽しいトークもちょっと、お伝えできたらなと、盛り上がっていただければなと思いますので、ね、はい、でまたこの、収益はですね、視聴数の収益は先ほど天の声からもあったように、あれですわ。はい、まあ、そうやって、この遅くなるまでですね、悠久な楽しく実践させていただきました、はい、でぜひともこの皆さんにたくさん見ていただいて、少しでもたくさん見ていただいてですね、その見ていただいた分は、まあ、今収益化してますんで、その分すべて今のそのコロナ京都プロジェクトのお店さんに、まあ、ご飯を食べるなり、まあ、サービスを受けるなりさせていただこうかと思ってますんでですね、うん、できるだけたくさん見ていただきたいと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。うまいな、うまい。優しい。まだ絵のこと褒めてくれてありがとうございます。本当に次は負けませんので、はい、お練習してきてください、また挑んでください、うちに、キャラ変わってません、なんか勇者書いた頃かな、変わってるんじゃない、定まってない、あ、定まってないんだ、ふわふわしてた、まだまだまだ、はい、ではそういうことで、じゃあありがとうございました、皆さん、ありがとうございました、よろしくお願いします、見てください。